紙が柔らかく折りやすい方を半分に折ります。一度開いて、今折った半分の線に合わせて半分に折ります。また開いて、もう一度半分の線に合わせて折ります。折り目のついた線に合わせてぐるぐると4回巻いて折り、巻き折りにしたところを指でしごいて丸みをつけます。左の内側へ右の端を差し込みます。羽を斜めに折って出来上がりです。羽の下を持って投げるとくるくる回りながら飛びます。